これは以前テレビの心霊番組で放送された不思議な写真です。投稿者が大学時代に参加していた剣道部の合宿で撮影されたもので、その投稿者は画面後列の左から2番目の位置にいます。注目すべきはその投稿者と3番目の人物との隙間から誰とも知れない顔が覗いていました。それはまるでこの世のものではないような異様な顔をしています。さらに驚いたことに前の2人の方に手を添えている様子がはっきり映っています。霊能力者によるとこの存在は投稿者の先祖の霊であり、もしかしたら阿蘇山周辺に縁のある霊であるとされています。そしてこの合宿はその阿蘇山の麓で行われていたのでした。となるとこの写真は偶然ではなく何か深い意味やメッセージが込められている可能性を感じます。仕事帰りの打ち上げで撮られた写真です。画面左の白い壁中央にご注目ください。そこに中年女性と思われる霊が映り込んでいます。画面中央に花を持っている女性は投稿者の友人で霊的な感受性が高く、普段から気分が優れず仕事から早退することもよくあると言います。それにはここに現れ出たこの霊が彼女に対して影響を及ぼしている可能性が考えられます。この霊は故意に彼女に危険を与えようとしている様子は感じられませんが、その表情から普段から彼女を常に警戒しているように見えます。やはり霊感体質の彼女は通りすがりの霊にもすぐに取り憑かれてしまうのでしょう。このような体質の方は早急に条例浄化方法を見据える必要があるようです。これはとある書店での一コマです。投稿者が何気なしにふざけて撮ったものですが、信じられないものが映り込んでいました。ここに映る女性とおぼしき人をよく見てください。下半身と背中、そして手首から先が見切れてしまっています。さらにその下の方に何やら得体の知れないものが黒い紐のようなもので繋がって引きずられているようです。一体これはどういうことでしょう。この映り方から推測すると、この女性は生き霊で、この書店内をホームを探してさまよっているのではないでしょうか。または体の一部が消える写真ですので、その部分の怪我や病気に気をつけなさいというメッセージでしょうか。いずれにしても理解に苦しむ一枚です。次は投稿者様よりいただきました霊体験コーナーへ移ります。またこの後心霊写真に戻りますので、よろしければ最後までご視聴ください。H さんの体験談です。20年以上前のことです。当時妻の実家で妻の両親と一緒に住んでいました。義理の父が他界して1週間ほど過ぎた頃、2階で妻と2人の子供たちと一緒にテレビを見ていました。すると誰もいないはずの1階から足音が聞こえてきました。4人同時に顔を見合わせて、今足音聞こえた？と聞くと、妻も子供たちもうなずき、子供たちはじいちゃんの歩き方だと言っています。義理の父が生前よく冷蔵庫にある麦茶を取りに来ていましたので、足音の距離もちょうどその位置です。ちなみにこの日は義理の母は妻の妹のところへ泊まりに行っていたのでいませんでした。怖さは誰一人感じていませんでしたが、今でも不思議な体験でした。さらにもう一つ、義理の父との不思議な体験があります。これは自分一人の体験なのですが、先ほどの体験から数日後、会社から帰宅してペットの犬を散歩に連れて出た時のことです。家から数分歩いた時に、ふと後ろからおりんのような音がした気がして振り向きました。すると闇の中に一瞬義理の父が微笑んで頭を下げたように見えて、え？と思ったのですが、すぐに見えなくなったので、自分の気のせいかなと思って家に帰って妻に話したら、さよならしに来たのかもね、と。生前あまり義理の父とは言葉も交わすことも少なくて、今では本当に申し訳ないと思っています。H さんの体験談はここまでです。その場にいた家族全員が義理のお父様の足音と感じたとのことですね。怖さは全く感じられず、むしろ安心感を与えられたように思いました。そしてもう一つの体験では、奥様がおっしゃる通り、時折亡くなった人が感謝や別れを伝えるために姿を現すことがあると言います。このような不思議な体験は様々な解釈ができますが、それが安心や癒しをもたらしたものであれば大切なことかもしれません。あまり言葉を交わさなかった義理のお父様が、きっと最後に娘を頼みますと言いたくて頭を下げられたのですね。お父様の思いが心に染みました。次は S さんの霊体験談です。私の実家が S 県愛郡にあった頃の話です。私が小学生の頃、真夜中になるとよく階段を上がる音がしたり、階段を降りようとしたら足をすくわれたような感じで階段から落ちたり、女の霊の目撃もあり、金縛りもよくありました。そしてその家で一番怖かったのは、寝ていたら金縛りにあって、大きな男の手が私の首を絞めようとしたことでした。本当に常に何者かの気配がする不気味な家でした。S さんの体験談はここまでです。家で感じる不気味な気配や夜中の恐怖体験は、環境や心理的な影響によるものかもしれません。また、幼少期の記憶やストレスもこれらの経験に影響を与える可能性があります。がしかし、そちらを引っ越されてそのような現象が全く起こらなかったのなら、やはりその当時の家や土地に何らかの霊がついていた可能性が高いと思われます。もう済んだ過去のこととして気になされない方がいいようですね。今回の体験談コーナーはここまでです。不思議な体験をご投稿いただきありがとうございました。それでは後半、心霊写真のコーナーに戻ります。この写真は投稿者がとある観光の洞窟を訪れた時に撮られたものだと言います。画面右下の赤丸をご覧ください。ここに幼い子供さんの霊がこちらを見ているような姿が映っています。一見すると生きている普通の子供さんが映っただけのようにも見えますが、投稿者によるとその時はここには誰もいなかったそうです。さらに調査を進めたところ、この洞窟で以前小さな女の子が亡くなった出来事があったとのことでした。その子が自爆霊としてこの洞窟についているようです。自爆霊とは何らかの理由でメイドに旅立てずにその場に留まってしまった霊のことで、その理由が解消されるか、霊自身が自ら移動したいという強い念が現れない限り、その場からは離れることが難しいようです。特にこのような小さなお子さんの場合は、現世での経験不足から自分がどうしたらいいのかわからず、ただその場についてしまうケースが多いようです。投稿者が友人女性をバス旅行の際に車内で撮った一枚です。この女性の背後、カーテン越しの丸の箇所をご覧ください。そこには青白い少年のような霊の顔が映っていました。しかも女性の顔に比べ小さく無表情な雰囲気も相まってかなり気味の悪い写真になってしまっていますね。この少年、楽しみにしていたバス旅行に何かの理由で行けずお亡くなりになったと思います。バスの楽しい雰囲気に誘われて現れた浮遊霊のようです。実際にはこれらの霊は一時的に旅の仲間として行動し、楽しんだ後また新しい旅人を見つけてそこでまた憑依するケースが多いようです。決して着いた人に不幸が及ぶものではありません。本日はここまでです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。もしこの動画が良かったと思われましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。